はい、どうも、トルです。ということで、今回ですけども、10万円以上古着買ってきたので、自慢やっていきたいと思います。冬になってですね、僕も欲しいものたくさんやっぱ時期的にね出てきてるんで、なんか結構高スパンで買い物してるんですけれども、まあ、ある程度買ったものが溜まってきたのでまとめて紹介したいなと思っております。今回のこの動画ではその買ったお店と値段を、一緒に紹介しますので、よかったら参考にしてみてください。もう早速やっていきましょうか。そしたらまず1着目、これ前回の VCM っていうあの国内最大級のヴィンテージのイベントのね動画を上げてるんですけども、その Vlog で、実際買い物したものになります。前回の動画見てくださった方はねもうこれご存知だと思うんですけども、60年代の M65 フィールドジャケットファーストということで、初期型の、65フィールドですね。結構この形はね、こう、フィールドジャケットの中ではもう定番なんですけども、ファーストの特徴としては、このエポレットがないっていうので、唯一ですね、こう、フィールドジャケット、65フィールドの中ではエポレットが全部こう、ついてるんですけども、この初期型のみ、ついてないということで、ちゃんとオリジナル品になってます。まあ、せっかくなんで細かな仕様も、ね、ヴィンテージ紹介動画っぽくね、ちょっと紹介してみますけども、まずこの袖。マチ付きですよね。これマチ付いてるのがファーストとセカンドのみになってます。で、もう一個特徴としてはアルミジップなんですよね。ファーストとセカンドが。ファーストとセカンドの仕様は基本似てるんですけども、まあ大きな差としては、やっぱその先ほどね、喋ったエポレットがあるかないか。で、僕ね、その VCM の動画でも、セカンドを狙っていたっていうのをね、ちょっと喋ってるんですよ。タクシードライバーっていうね、70年代頃の映画があるんですけど、そのタクシードライバーでロバート・デ・ニーロを演じるトラビスっていう役がですね、実際着てるんですよね。65フィールドのセカンド。で、それ見て、かっけえと思ってる方たくさんいると思うんですけど、僕も、こう、ミリタリーのアウター欲しいなっていうね、順番で、探してて、で、65フィールドはいいかもっていうのにたどり着いて、で、どの、ね、年代行こうかなって思った時に、やっぱこう、定番のセカンド狙おうかなって思ってたんですよ。そしたら、まさかのファーストに出会っちゃったんで、これを買いました。まあ、その動画でもね、結構その、ね、説明してるんですけども、この65のファーストに関しては、65年から66年のたった1年しか製造されてなくて、で、まあ、弾数がめちゃくちゃ少ないと。で、その中で僕、そのセカンド狙ってる時もですね、サイズ S で探してたんですよ。サイズ S でビタッて着たいっていうのを狙ってて、まあ、S から M、まあ、行って M ぐらいだなーって考えてたところで、まあ、なかなかないなーっていうのをね苦戦してたら、まさかのファースト、もう初期型でサイズ S 見つけちゃったんで、まあ、これ運命かもって思って買いましたね。はい、これね、もうかなり着てます。もう毎日のように着てますね、これね。で、これ値段が4万4000円 で買ったお店が、仙台にあるトゥルーヴィンテージっていうね、古着屋さんなんですけども、 VCM のイベントだったんで、この関東の方に来てて、ずっとね、インスタとかではお店の存在してたんで、気になるお店で直で買えたのですごい嬉しかったです。はい、これが1着目です。今日ちょっと夕方頃に撮ってるんでね、若干日の光弱いかもしれないんですけど、いつもよりすいませんね、暗めかもしれないですけど。で、次がこちらっすね。80年代トリコタグのチャンピオンリバースウィーブになっております。で、これね、フーディーだったんですけども、まあ、このフード部分が、切り取られてて、安く出てました。はい。フードがないから普通のね、こうスウェットっぽいんですけども、フーディーの時についてたこのポケットがあるから、ちょっとこう、独特な雰囲気になってますよね。こんな感じで。はい。フードないけど、ここのポケットあるみたいな。ここだけパーカーっぽいみたいなね。これ可愛いっすよね。で、このオハイオステイトのこのオールドイングリッシュ、古いタイプの字体ですよね。このプリントめっちゃ値段上がってて、で、そのオハイオステイトのオールドイングリッシュでグレーの赤プリントずっと探してたんですよ。で、相場で言うと大体3万前後、高くて3万5
5000円とか結構僕見てきたんですけども、でその中でこのフード切り取られてるからっていう理由で、お安く1万5000円で、売ってたんで、うわラッキーと思って買いました。で僕リバーシーブはねサイズミディアムでいつも選ぶんで、これちゃんとサイズミディアムです。で僕のねマイサイで買えたんでもう完璧ですね。これ買った場所は高円寺のスラット本店です。様々ですね。これ込み込みで1万5000円とかあったんでめっちゃ安く買えました。嬉しいっす。今回ね買った点数で言うと 1,2,3,4,5 5点ぐらいかもしれないですね。意外とねそんな量を買ってないんですけども、一個一個ちょっと良さげな値段のやつを買った感じですね。はい、続いてこちらです。パンツですね。これ90年代のラルフローレンのポロチノになってます。はい、この古いタイプのねやつですね。で、ラルフチノ買うならメイドイン USA の90年代のやつがいいなと思ってて、これですね、メイドイン USA、 はい、古いタイプで今これめっちゃ値段上がってるラルフのチノパンです。で、タグもこのポロチノのオールド感漂うねこのタイプのタグです。可愛いですよね、タグもね。これマジ今少ないんですよね。で、これサイズすっげー良くて、多分32とかあった気がするんですけど、32ですね。3234ってことで、ちょっとまくって履いてるんですけど、はい。32で2タック入りなんで、ハイダー姿めちゃくちゃ綺麗でかっこいいんですよね、これ。はい。で、色も、まあ、スミクロ系なんで、すっげえ使いやすい色味ですね。このパンツはね、結構その、僕、自分のインスタでよく出勤時にね、今日の自分のコーディネートとかをストーリーであげたりするんですけど、これは履く頻度高くて、で結構メッセージとかでどこのパンツですかみたいに聞かれることが多いんですけども、これですね。でこれは、自分の、お店で買いました。水晶東京南口店で、1万1000円ぐらいで買いました。すっげえね楽ちんに履けるし、ガシガシ洗濯とかも強いんで、もう安心感のある、もう今ヘビーロテ系のパンツですね。超使ってます。続いてですね、これおまけみたいなもんなんですけど、冬の準備ということでサーマル買いました。まあ、古着好きのヒートテックといえばサーマルでしょうっていうので、はい、毎年ねこの時期になると1着2着ちょっと買って準備するんですけども、白のサイズ M ぐらいのやつかな、ちょっと ぴったりめのサーマルです。これは、はい、こんな感じで、これもね自分の店で買いましたね。4900円ぐらいで買いました。これはまあ白なんでね、普通にこうチラッて見えてもね可愛い色っていうので、まあ、使いやすいかなと思って買いました。これは、まあ、安定に絶対使えますよね、これだったらね。はいはい、これラストですね。じゃじゃんと、これめちゃくちゃ良くないですか。はい、こちらはですね1960年代のタンクラフトです。タンクラフトの、レイオンオンブレチェックシャツっていうことで、まあ今巷で話題のねオンブレですね。オンブレレイオン高くなってますよね、ヴィンテージとかはね。特に50年代60年代のこう名門どこのブランドレイオンシャツでいうところで、タンクラフトとかアローとか、うん、まあその他いろいろブレントとかいっぱいあると思うんですけども、そのうちのタンクラフト、はい、オンブレレイヨンの相場わかんない方からすると結構ビビるかもしれないですけど、こうヴィンテージのオンブレレイヨン今3万から、5万とかですかね。3万から5万で、高いやつだと本当10万クラスとかもあったりもするんですけども、まあ大体3万から5万ぐらいのイメージですね。でタウンクラフトのレイヨンオンブレは僕結構、5万円クラスとか4万円クラスとかで見てきてるんですけどもね、皆さんもね探してる人からしたら大体その相場はご存知だと思うんですけども、このタンクラフトのオンブレレヨンは僕2万4000円で買いました。ナイスジグじゃないですかね。なかなか2万円前半のプライスでもうこのヴィンテージのオンブレレヨン買える機会ってもう今はねなかなかなくなってきちゃってるんで、うおやべえと思って買いましたね。これはね吉祥寺のサファリさんで買いました。でサイズも15ハーフなんでバッチリですね。こんな感じで僕もねレイオンシャツ愛好家なん でオンブレチェックはねこれ初なんで安価に変えてめっちゃ大満足です。やったぜと、まあこんな感じですね。今回はそんなにねいっぱい数を買ってないんで
ちょっとあんまりこう見どころ的にはね弱めかもしれないんですけども、まあ秋冬なんでね一着一着ちょっと値段も高くなってきちゃってる分ね数はあんま消化できないんですけども、まあでも相変わらず服は、買ってますよっていうことで、はい、動画にしてみました。で今ね僕の一応メインでやってるスリフトトールチャンネルっていうのがあって、それのね年始セールの動画を作ってるんですよ。でそれで毎日僕夜な夜な編集してたりして、でこっちの個人チャンネルが今それで忙しすぎて作れてないんですよね。でその中でなんとかね一本だけでも作りたいっていうので、ちょっと今日はね時間合間取って撮影してみました。今月、この11月ですね、おそらくこの1本しか上げれないんですけども、まあ、12月は頑張って本数上げていきたいと思ってますので、ちょっとの間ねお待ちいただけたらなと思います。結構今やりたい企画たくさんあって、またこう古着屋のね裏側事情みたいな動画とかも、まあ、撮りたいなとも思ってますし、まあ、引き続きこう冬の1週間コーデとか買い物 Vlog とかいろいろね作りたい動画たくさんあるんですけれども、僕もねなかなか時間が取れなくてこうちょっともどかしい状態なんで、皆さんもお待ちいただけたらと思います。あとねこの動画上げてる現時点、あこの動画作ってるこの現時点でチャンネル登録者数がね6000人を超えました。ありがとうございます。早くね1万人いけるように頑張りたいと思ってますので、引き続き皆さんも動画の評価とコメントよろしくお願いします。ちょっと特にね思った以上に喋ることとやることがなくて自分でも驚いてるんですけど、こんな感じっすね今日の動画は。ちょっと俺ももうちょい服買っとけばよかったね。なんか5着しかないとこんな一瞬で終わっちゃうんですね。なんか盛り上がりポイントなくないかみたいな感じですけど、すいません。まあちょっとねこのチャンネルではどっちかというとこうオフなね、オフというかスローなねテンションの、まあ、普段の僕をこうさらけ出すチャンネルでもありますので、まあ、こんな気ばそんな気張りすぎないぐらいでね動画撮るぐらいがやっぱ調子良かったりするんですけど、そうっすね、まあ、企画系とかもうもっと元気いっぱいですみたいな登録を見たかったらやっぱりねこうスリフトトールチャンネルをご覧いただいて、で今とかはねそのまあ言っちゃいますけど年始お店でね詰め放題っていうイベントやるんですよ。毎年やってるんですけどそれを、毎年こう予約1000名前後の方がしてくださる、まあ、ビッグイベントなんですけれど、それの、いつも通りねこう イベント宣伝動画みたいな僕作ってて、で、まあ、それとかめっちゃ面白いんですよ。やっぱいろんなスタッフとかが出てきて、まあ、ワイ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 こうね詰め放題ゲームみたいなのやったりする動画をね今作ってたりして、だからそういうこう和気あいあいとしたねこう面白い系の動画はやっぱそっちのチャンネルにね任せて、もう一人のね僕に任せて、こっちのチャンネルはもう本当にこの感じですよね。え何このオフロードなムービーみたいな、そういう動画をねやっぱこのチャンネルでは作っていきたいなと思ってますので、こっちのチャンネルでも逆にこうなんかね弾けすぎてたらもう疲れちゃうと思うんでね、見ていただいてる方も、はい、だからちょっとこういうスタンスでやらせてもらってますけど、まあ、リアルなトールはこっちですからね、リアルなトールは。ああちょっとねこうなんか締まりのない動画で本当申し訳ないんですけども、今回はねこの辺で終わりたいと思います。前回あげたね VCM の動画よかったら見ていただけたら嬉しいです。めちゃくちゃねほんと全国各地の有名店、有名なお店を取り上げていますので、めっちゃ見応えあります。まあ、そんな感じかな。じゃあ、僕はそのね、詰め放題の動画の編集に取り組みたいと思いますので、今回はこの辺で終わりたいと思います。少しでもね、この動画、良かったよと思ってくださった方は、評価とコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。で、僕の SNS、よかったらチェックしてください。インスタグラム、TikTok、あと、スイフトトールチャンネルね。やってますので、よかったらご覧ください。そんな感じですね。それでは次回の動画でお会いしましょう。ではまた。